さあということで皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。おちぴーチャンネルでございます。さあ本日はですね、どちらに来ているかと申しますと、じゃじゃん、杉田郵便局ではなく、こちら JR 東日本東北本線の杉田駅に来ております。現在ですね、杉田駅がこの駅前広場をですね整備しておりまして、若干ね工事車両が多く行き来しておりますので通りにくくはなっておりますが、でもね普通にこう通常営業はしておりますので、リポートねしていきたいと思います。杉田駅はねこのような形で無人駅ですね。今回もさあ皆さん大好き無人駅ですね。このね跨線橋っていうんですかね、これね跨線橋じゃないか、陸橋か、この遊歩道じゃねえな、この感じがいいですよね、すごく。ではねちょっとね駅付近に行ってみたいと思います。いろんなとこから入れるな、こりゃ。以前行ったですね、富田駅じゃないや、どこだ、阿古ヶ島とかね、その辺の駅に似てるかな、すごく。で、手前側の1番線が福島駅側、奥にある2番線が郡山方面となってるようですよ。なんか全然違うところ入ってきちゃったけども、ここからね、あ、ちょうど入線しますよ、やった、これはね、嬉しい。どっちだ、まもなく下り列車が参ります。下りってことは黄色い線まで下がってお待ちください。福島方面に行く電車ですね。あ、これはね、嬉しい。ではね、入線の様子ね、ご覧いただきたいと思います。いや、今日はねすごい風が強い。マイクつけてるからまだマシだと思いますけど、かなり風が強いです。そして寒い。さあ、下りなのでこちらの郡山方面ですから、こちらから電車がビャーッと入ってきますのでね、その様子お届けできるかな。さあ電車来るでしょうか。ああ、もうね踏切の音が聞こえます。遮断機が降りてる音が聞こえますので、まもなくね入線してくるかと思います。よいしょ。さあ、どっからどの辺から映ってきますかね。そろそろ来るかな。さあ東北本線ね入ってきました。かっこいい。さあ間もなく映りますよ。かっこいいな。福島駅ですね。いやー、かっこいいぞ。東北本線です。かっこいいですね。ドアが開いて乗り降りする方がいらっしゃるようですね。で、駅周辺はね本当にこの住宅街にポツンとあるような感じなので、でもそれでもやっぱり利用する人いっぱいいるみたいですね。はい、今回ね女性の車掌さんがいらっしゃるようでしたね。さあ、まもなくドアが閉まって出発するかと思われます。さよなら東北本線といった感じですね。この、ね、電車が離れていくとことかかっこいいですよね。杉田駅の駅舎はこんな感じ。
スイカをタッチするところもありますね。ということでお送りしました JR 東日本東北本線の杉田駅でございました。ラッキーなことにね、入線の様子も撮れましたので来てよかったなといった感じです。という感じでね、こうやって福島県内のいろんなね駅をね紹介して、これからもね頑張っていきますので、ぜひチャンネル登録、そして高評価低評価でももちろんいいですよ。コメントなんかもねぜひお待ちしております。ということでオチピーチャンネル、またお会いしましょう。バイバイ。